Suaka! ばっか女の子にモテるんだ赤東京武術クラブ日高シュラト君白東京武術クラブ黒木ガイ君138勝139敗今度は俺っちの勝番だぜガイとにかく全力を出し切って戦おうシュラト始め シュラトのやつ、相変わらず攻撃することしか考えていない。初めて剣法を習いに行った時からそうだった。
Shurato. どうしてお前はいつもそんなに冷静でいられるんだ。おい、何食ってく？そうだな。待て。待て。 先生がよく言ってたな。俺とガイを合わせて2で割ったらちょうどいいって。だがこの試合負けるわけにはいかない。クゼガイ、まずはヘビ。 次は猿。カマキリ。それよ。クマ。トラ。これで決めた。この勝負、もらった。 ビシヌ様、インドラ、八部衆が揃いました。レイ、頼むぞ。 するんだ。王子様は女神様のキスで目覚めました。え？<笑>してみたかったから。してみたかったから。俺はな、ファーストキスは明らかなんのに決めてたんだ。ああ、それを、俺の青春だ。 かゆいから。君のお名前は？俺か。日高シュラト。シュラト？見かけない顔ね。
なんだこの格好。ここはそうだ俺ガイと試合をガイ。ラクシュって言ってたな。ここはどこなんだ。どこって君、記憶喪失なの？ここはどこなんだ？天空界に決まってるでしょ？ね、ミー？天空界？なんだよそれ。まさか宇宙だなんて言うんじゃないだろうな。お前、宇宙人だなんて。宇宙じゃなくて、天空界よ。なんだこれ。まさか、それ。お前、なんか知ってんのか？ヤシャオ。ヤシャオ。ガイ。ガイ。どうしたってんだよ。大体その格好何なんだよ。そうか、これは夢だ。夢なのよね。夢じゃないみたい。ガイ、つまんない冗談はやめろ。お前の冗談つまんねえぞ。ラクシュ、自分だけシャクティをつけちゃってずるいよ。このシャクティをつけるとものすごい力が発揮できんの。汚いわよ君は。ラクシュ大丈夫か。ガイ、てめえ一体どうしちまったんだよ。ガイ、なんでこんなことすんだよ。なあガイ。シュラト、ガイ、正気に戻ったんか？死ね。シュラどうしまったんだよ一体。ガイ、お前。まだまだ。あ、どうした、シュラト。大丈夫、かすり傷だ。バカ、これがかすり傷か。シュラト、医者に行こう。これ大丈夫だって。万一ということがある。それにお前にもしものことがあったら、僕は生涯のライバルを失うことになってしまう。この借りはでかいな。大盛りラーメンに餃子2皿でどうだ。胃薬でも用意しとくか。一体あの優しいガイは、あの優しいガイはどうしちまったんだよ。
うわあ！シュラソワカ！シュラオ、シュラト。シュラオ？こら、どうなってんだ？危ない！ああ！ビンビンなわけね。うまっ！ああ！シュラト！いや、やられたかと思ったぜ。ああ！ガイ、なんで俺たち死に同士が戦わなきゃいけねえんだ。シュラト、お前殺す。どうしようったんだよ、ガイ。くそガイ、しっかりしろ。大丈夫か？もう大丈夫だ、ガイ。俺と一緒に帰ろう。今度は俺がお前を連れて帰る番だ。ガイ、さあ、俺と帰るんだ。オンバザラタマクカンヤシャハン。一緒に帰ろう、ガイ。帰るんだ、ガイ。疾風魔狼拳。とどめだ。なんだ？オンカルラソワカ。you
カルラ王レイガ。カルラ王レイガ、リシュヌ様の命により二人を迎えに来た。俺たちを迎えに。あらま、まだ元気じゃない。そっちの坊やも一緒に来るんだ。はあ、聞き分けのない子は嫌いだよ。シュラトを殺す。邪魔だ。愚か者め、ナオマツ三万だ。マカカルラソワカ、カルラ羽吹雪。もう世話の焼ける奴らだこと。シラオシラト、これがお前の定めなのだ。がっかい。シュラト、生かしてはおかぬ。こんな奴は八部衆の一人だと。まったくお下劣な男だこと。いやあ、下ろせ。俺はガインとこへ戻るんだよ。下ろしやがれ。こんなに降りたきゃご勝手に。うわあ。寮生高校1年日高修羅と天空人修羅王修羅ととなる。時は天空歴サーマ9989年青の月であった。連れてこられた俺はとっても綺麗なビシュヌ様に会えて大感激。え、何、ビシュヌ様に魔の手が迫ってる。ビシュヌ様が危ない。だけど俺の方にもガイの刃が。ガイ、俺だ。わからないのか。次回、天空戦記シュラと大いなる陰謀、オンシュラソワカー。